帰ってこなかったという悲しいちょっと終わりの歌でした。続いての曲はブラックウォルフという歌です。ラテン調の歌で楽しいのかなと思いきや、実はこの曲はギリシャ神話を元にしていて、あれギターの上手な少年が美しい女性と恋に落ちて、はい、ただ最終的にはちょっと死んでしまって、消えていく、海に消えていくという映画で、ブラックオルフェ、黒いオルフェという映画で、もう50年くらい前にブラジルで撮影されたものが実際にあって、その中ではすごくカラフルに描かれていて、二人の恋模様が描かれています。ただその恋はいつか終わってしまう、そんな楽しい思い出とその悲しさ、消えていってしまうという悲しさをこの曲の中で表しています。またそんなトラテン調の風を感じながら気持ちよく聴いていただけたらなと思います。ブラックオルフェで、ブラックオルフェで、
ルの風を感じられましたでしょうか。ちょっと暑いですよね。ブラジルの雰囲気ですね。違う。はい、ではここからはソウルの感じに、ブルースな感じに。どっち？ブルースな。いたいと思います。この曲は Do I Move You というタイトルでして、どうみたいな、どうそうです、そう、どう、私はあなたのことをこの手の上で転がしてるのよっていうような雰囲気なんですが、実はこの人はもしかしたらなんていうか、ちょっと操られてるのかもしれないですね。なんていうんだろう、強気な女の人のイメージがちょっと強い曲ですが、でもその奥に隠された、なんていうんだろう、本当はあなたが大好きなの、 I love you という気持ちがこもったこの Do I Move You を聴きたい、いただきたいと思います。それでは Do I Move You いきますね。Do I move you? Are you willing? Do I move you? Is it thrilling?Give you satisfaction.